やるね。オッケー。イエーイ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 。楽しいだな。そもそも、なんで私なんですか。なんで。夏野さんが やるべきなんじゃないですかね。まあまあ実際はねこの映画の中では大事なクライマックスの時に夏野さんがそのウーベイビーをバーと歌うところでドラマが、ああちょっとちょっとこれ、すいません、まだ本編発売されてないって、それはもうあの3月13日の本編発売まで待っていってですね、うるさいな、宣伝だよ、宣伝のためにやってんだからね、そうだよ、僕ら考えてたのに、なんかやる気あるのかな本当に、あります、宣伝といえば。じゃん。あ、これこれモーバスさん、そうですね、監督がこれ、僕が出させていただいた黒木指令官で、司令官役で、はい、これですね、見てました、見てました、はい、で、それとダダ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 、もちろんあー、懐かしいこれ、懐かしい、初共演、あゆちゃん、初共演、そうですね、チャ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 ラチャチャチャタタラタタタタタタタ、踊ります。いや、もちろん。3、2、1、ちゃちゃちゃ。なんでやらされてんの？いやいや、もう、あ、違う。あ、そうか。なぜこの雫役があなたに演じてほしいと思ったか。何ですか？もう一つ秘密を。あゆりの頃、あ、これファースト DVD？ ファースト DVD です。ね、これです。これをですね、中野さんにいただいてですね。中野さんにいただいて。私ました。鉄平のキャスティングで、あゆちゃんどうかなということで、そう渡しました。ありがとうございます。はい、これ、何歳の時？16歳ぐらいです。これ、恐竜じゃやってる時だもんね。やってる時です。すごいいいんですよ。これを見て、僕はですね、今回の役、あゆりさんいいんじゃないかっていうことをね、中野さんに話して。そうですね、はい。見てよ、でもこの顔なんかもう可愛くない？ちょっとブサイクだけどちょっと待って、可愛いけど、可愛いけどブサイクっていうのがあるよね。あ、そうですね、まあ、可愛いけどブサイクっていうかね、まあまあまあ、まあ許す許された、やったこの顔やってみて、お前よーこの顔、うん、よーい、あい中途半端な瞬間はもう一回言うよ、この顔、この瞬間の顔、中途半端だから、なんでこの中途半端な顔を作ったの、これ使ったの、これちょっとナチュラルな感じって言われたので、今の方が可愛いよ3、2、この感じ、3、2、1、はい、はい、ねえ、待って、何も触れないんですか、まあ、辛い、まあ、さてください、はい、いいんですよね、ひどいな、これから始まったんですよ、ひどいな、そんな感じで、そんなところやりきれたところで、この映画の見どころ、その2、よい、9、うん、出演者が豪華、以上です短すぎない、さっきは短くついたから、いや、さっきはこんな長くて、今は出演者が豪華って、まあ、しょうがないな、まあいいよ、はい、はい、出演者豪華、じゃあよろしくお願いしますね、はい、やりますけど、うん、頑張りますけど、うん、条件があります、監督に条件いいですか、条件っていうか、まあ、言ってみな、とりあえず、はい、ギター弾いてください、ギター、この曲の、おー、ギターね、はい、
もういいよ。弾けばいいでしょ。弾いたら歌うってことだね、コンさん。コンさんだ。これ以降、コンだ。コン歌えるよ。じゃあ、俺がギターを練習します、それも。はい、弾けるんですか？まあ、弾けますよ。弾けますけどね。弾けますけど。本当ですか？弾けますよ。弾けますよ。まあ、奥さんがね、うん、あのミュージシャンですからね。まあ、そうですね。そうそう。OK。じゃあ、俺が弾いて、コンの歌。もう、承認ですよ。聞きました。OK。イエイイエイイエイ